はいはい、あ、じゃあちょっとですね、そのままコンパニオンさんも綺麗な人ばっかりよ。そのまま来てもらってボス部屋までお願いします。で、どっちが敵いるので、はいはい、一般で来てよ。それちょっと使ってみていいっすよ。え、やっていいっすか。やっていいっすよ。え、怖い怖い。え、もうやってる今これ。やってるやってる。嘘、これ、え、通常攻撃。これ通常攻撃です。あ、凍結した。こんな感じでオートアタックで、これオートアタックですね。ちなみにあのあれです、敵に向かって走ってきますから、遠距離からターゲットして殴ってます。お前、そいつと戦えよ、なんか紳士的な。こいつ行くと、おい、すげえ早かった今。もうちょっと離れて使おうよ。え、でも見ました今、ピッ、あれ、できなかった。あ、難しいですね、結構ね。あの、くるってやつをね、うん、こう、切った瞬間にこの、アクションボタンっていうの、押すと、くるって回って回避するんですよ。ちょっと、紳士的なやつ倒して、こいつ。白いやつを殴んないでね。これは大丈夫。これは大丈夫。行こう。スキル使ってくれ。あれ、と、あ、そう、それ回避したかった。一戦、一戦出た。一瞬やもん、これ。三段、三段付け。これどっち行けばいいですか。あと、そっち違うっす。こっちが。あ、なんか白いのはダメ。白いのはダメ。ダメです、ダメです。長島さん、あれ殴ったら死にますよ。白いジェントルマンが。どっち、どっち、どっち。もう迷って。ちょっとこの南国チャレンジ、軽く。ルールも説明しておきます。ああ、お願いします。はい、一応3日間、はい、今日からあのチャレンジがあるんですけども、はい、一応回復アイテムと復活回数決まってます。あ、確かにね、はい、ありますね。まあ、さすがに198個あって足りないとはないと思うんですけど。いや、そんなアホなやついないですよ、はい、ゲームで。ちなみにこれちゃんとクリアすると後日ユーザープレゼントをクリアするというね、の一応予定してます。リモちゃん特別ステージで、はい、でもいつもみたいにクリアできたらユーザーさんにプレゼントある、はい、あります。これは長島絶対にお前やられるなよ。で、ね、であとコメントで白いやつ攻撃してっていうのやめて。あ、もう通常攻撃使っていきましょうよ、どんどん。あ、やっていきます。わあ、ほら一瞬、お、ほんま踏み込みがね、踏み込みで早い。踏み込みで今のでも距離短いっすよ。え、これどうぞ行けばいいですか。もっといけんの。だって12メートルぐらいから届きますから。え、お前12メーターのやつ見してくれ。ちょっと遠距離からターゲットしまって、もう見えたら、はい、見えたらアクション連打して。いけいけいけ。もうアクション連打してる。そこいけるいける。おお、早い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 。すげえ。見た今。一戦。まだ凍結した。お前凍結すんのよ。凍結した状態で。うん。あ、早い。いや、もっと離れていけるって。でもいっぱいいるからさ、これ近いのにターゲットしちゃうんで。あの最後こう鞘に収める瞬間ちょっとかっこいいっす。かっこいい。あれは、ね、一戦のやつですね。一戦。かっこいい、こいつ行きたい。おお、はい、おお、結構な距離走れる。いい、ね、はい、はい、ちょっと時間が来ちゃったら、あれですね、正面のボス行きますか、はい、これ行きましょう。メイデン、メイデン的な、倒せば、なんかプレゼントあげれるみたいな、今日じゃないですよ、はい、後日、後日ね、はい、これ、やられなければいいのね、やられなければいいです、倒せば OK です。行こう、ピラーゴーレム行こう。はい、はい、ノーマルでお願いします、そのまま OK で。これ OK、はい、行きます。ルラティックで行こう。勝てないですよ、それ。これ、クルンってやつ見せてあげるから。オーケー、クルン見たいよ。こいつね、移動結構するんで、さっきのね、はい、高速移動をうまく使ってね。はい、これで、当てて、はい、当てて、うん、あ、ここはむずい。操作難しい。やばい。いや、これ難しいんですよ、意外に。いや、じゃあ、下の、敵の攻撃範囲、見ずに食らってるやん。じゃあ、見せたいんだよね。そうね、でもめっちゃむずい。やばい、一戦やってる間に。一戦はええのよ、長島さん。いや意外にむずい。もう一回、スキル攻撃の後はできないんですよ、バット、あの、オートイドがね。はい、あ、来た、三段付き。でも、そのリストの上にある MP 消費1のやつだったら、はい、オートイド使えます。あ、行こう。やばい。走れ。いける。全然走れない。走れ。あ、いいよ。ターゲットしてなかったんちゃう今。あ、そんな後ろに行ってた、横に。いや、ボスのスキル食らいすぎやわ。なあ、大丈夫か、これ外回でも足りるか。やべえな、お前もう194しかないぞ。さあ、あと走らせ。お前、時間内に倒せる。ボス、まだやばいですね、あと10分しかないです。まだ5のとこやで、ね、相手のエリス。やばい、なんか行って、これ相当やばいですよ。で、相当やばいっすよ。そうやばいっすね、今。こんなギリギリのやつ持ってくるかな、普通。いや、弱いっすよ。弱いよ、レベル70やで、ね、ここ。本当に操作難しい。半分以下やから、ね、確かに、でも難しいっすよ。あ、そうなんや、はい、ちょっと中距離で、あれ、波動陣打ってほしいな。今、近いな。波動陣近いな。近い、これでどう。こっから、さあ、当たった。そう、当たった。おー、いいよ。
今のいい。あ、タブロジは結構当たり判定何回もあるんですね。そうです、3回飛ばすんで。バンバンバン。危ない。また違う。スキル出した後これね。全然な何がしたいのよ。これ1回死んだら僕変わった方がいいですかね。じゃあそうよ。でも大丈夫な気がしますね、これは。いやいやいや、いけるんじゃないですか。まあ、時間余裕ではありますけどね。早めに終わったら時間がいいですわ。そう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 。これね、多分その方がいいかもしれないですね。いいですよ、全然。いや、長嶋さんが初日担当。危ない、また食らってる。お前燃えたり凍結したりさ、むずいよ意外に。あのね、あと波動陣が近いよ。あ、ほら当たってる当たってる。波動陣、波動陣、波動陣、波動陣。それそれ見たいよ、それが見たい。波動陣打ちながら、あの後ろにノート移動すれば一人稼げるんですけどね。ノート移動見たいよ。ノート移動峰打ちは なんとか、なにこれ。お、ノート移動今初めてマガタチが成功しました。マガタチが、あれ敵の攻撃切り払うんで。あ、え、でダメージゼロ。その中に自分もダメージが出ない。ハリーみたいな感じでできると、走って走って走って、どん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 。違うよ、オートアタックで倒してたやつ。いやいや、まあまあまあ、じゃあちょっと僕も軽く